皆さんこんにちは。函館観光大使の私、今日は函館を飛び出して松前町にやってきました。撮れましたそうなんだ、はい、へー、そうなんですね、はい、ラビちゃんのギャグ出ました。楽しい。というわけで今回はなまら函館ではなくなまら松前をお送りします。まずはこの方をご紹介しましょう。名物ガイドのラビット飯田さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ラビット飯田っていう名前がね、まず飯田さん疑問なんですけれど、はい、これはなぜこのお名前なんですか？昔ですね、はい、地元でカラオケスナックをやってた時のお店の名前がラビットなんですよ。はぁ、はい、自分の苗字よりもそのラビットっていう名前の方が町の人には浸透してるんで、いまだにラビットさんとかラビちゃんとか言われてますけど。ラビットといえばやっぱ関根の世代ですから、私はラビット関根さんぐらいしか知らないんですけど。そうですよね、はい、言われます。飯田さんはガイドになられてどのぐらいなんですか？そうですね、約20年になりますね。20年、はい。私実はね、松前町に来るのはおそらく3度目ぐらいかなという感じで、はい、そこまで松前町に詳しくないので、ええ、今日は要点をかいつまんで、はい、松前町まだあまりご存じないという方のためにもガイドをお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい。ここは当時の町並みを再現しているってことですか？そうですね、はい、松前は町の中が火事で何回も焼けてますので、江戸時代の建物がほとんど残ってないんですよ。でも松前のその江戸時代の歴史を紹介するためにあえてここの何もなかったところに、まあ、建てた村を建てたっていう形になってますね。なんかこのね場所から見ると本当になんかこうタイムスリップしたような、時代劇の一幕を見ているようなそんな感じですね。そうですね、松前が北前船で栄えた時代に一番賑やかだった時の城下町を再現したものなんですね。へー、はい、こちらはですね、はい、江戸時代が始まって間もない頃なんですけど、近江商人、滋賀県の近江商人が松前にやってきて、はい、このようにお店を建ててですね、商売をしたんですね。ですから本州から船で運んできた品物をこちらで、うん、売ったんですよ。はい、まあ、飛ぶように物が売れたって言われてましてね。これ中にも入れるんですか？あ、中入れますよ。いいですか、はい、消化だけに中に入ってみましょうか。はい、出ました、ラビちゃんのギャグ出ました。消化だけに中に入ってみましょうか。あ、はい、本当だ、中も当時のこんな雰囲気を再現してるんですね。そうなんですね、はい、でこちらは京都から着物が届いてましたり、はい、あと米が取れなかった松前では本州から米も、見た目からしてこう豊富に物が揃ってるお店だなっていう感じがしますよ。ですよね。で当時家族5人で1年間暮らす費用が約10両ぐらいかかってた時代に、10両、はい、ここのお店は春から秋までに9000両とか1万両とか稼いだって言われてるんですよ。すごいですね。そうなんです、ね、これは一応展示品なんですけども、はい、その中に江戸時代に実際に使われてた本物があるんですけど、こちらですね、これです。何ですか？はい、これ分銅って言いましてね、はかりです。はい、ここにロープを言われまして、はい、うん、で上に滑車がありまして、はい、で反対側に板を用意してますね、うん、でこれを乗せて、うん、ストンとこう上がったらその目方っていう形で重さを測るための道具ですね。そうなんです。これ26巻目と言いますので約100キロ、はい、松前にはこういった江戸時代のものが所々に発見することができるんですよ。ここの松前藩屋敷ではこのようなお店とか、あと船会社、それから武家屋敷などもありますので、そちらの方もこれからご覧いただきたいと思います、はい、それでは消化を出ましょうか。そうですね。ちょっと次に行きましょうか。行きましょうか。こちらは旗子と言いまして、はい、今でいう旅館ですね。あ、いちご屋さん。仕事を求めてやってきた人たちが、はい、まあ、数日ねお世話になったりする場所 で、うん、で今のように個室ではなくって、お部屋の中でお客さんが多くなると、うん、はいはい、すいませんね、ちょっとこっち相部屋になりますけどって言って、あ、全然知らない人と一緒に雑魚寝をすることになったっていう。でどの人が入ってくるか分かんないっていう感じですね。そうですね、まあ、男性と女性はくっちり分かれてたそうなんですけども、行く人がいると思ったら人形でした。びっくりした。
神結床、はい、自慢のモデルです。うちのびっくりした今、はい、あるよねこういうのびっくりすることね。そうですね、はい、これは神結床って言いましてね、今でいう床屋さんですね、うん、はい、で男性は神結床って床がつくんですよ、はい、で女性は神結なんですね。うん、で酒焼きって言いまして、ほらここ剃るじゃないですか、はいはい、でここ剃って、曲げを落ち着かせる、うん、床につかせるという意味で男性の場合は神結床ってつくらしいですね。そこからの床屋なんですねっていうふうに聞いてますね。なるほど、ここ神結床なんですが、こちらは、うん、まあ、当然なんですけど、うんうん、実は大事なのこちらなんですよ、はいはい、待合室ですけども、これ実は町の情報を交換する場所でもあるんですよ。そうなんだ、はい、最近景気はどうだいとか、お宅のお店どうですかとか、なんかあの人とあの人となんか最近仲いいらしいぜとか、そういった噂のね場所ですね。非常に重要な場所だったというふうに思いますね。なるほどね、髪切ってじゃっていう感じじゃないんですね。そうなんですね、はあ、はい、さて続いては今度はあちらの漁家をね紹介したいと思いますが、漁家、はい、いわゆる漁師のお宅ですね、はいはい、やはり江戸時代はニシンがたくさん取れていたんですけども、松前でもやっぱりニシン漁が盛んでして、その漁師のお宅なんですけど、はい、中で酒盛りしてるかもしれないので、またまたいた人がいます。またいるよってね。はい、お邪魔します。マミさん、実はニシンって今高級品じゃないですか、うんうん、当時ね実はね肥料だったってご存知でしたでしょうか。へえ、はい、取れすぎてたからってことですか。もともとですね、本州の綿を作る綿花畑の肥料として収穫されてたんですよ、はい、あ、そうなんだ、はい、確かに磨きニシンとかもあったんですが、食べ物としてはごくごく一部で、そのほとんどは北前船に乗せて本州に送ってたんですね。そうなんですね、はい、なのでこちらからニシン の、うん、肥料を送ると向こうから綿や反物になって帰ってくるっていう行き来なんですね。はい、で春交換ですね。そうなんですよ、うん、で春3月から5月になるとニシンがやってきますよね、群れが来ると書いてクキルっていうね、はい、よく言いますけども、はい、うん、そのニシンが来た時にこの人たちが、まあ、休みなく一生懸命働いて、で収入は3倍の30両もらってたって言います。で松前だけでは人が足りないので、青森から出稼ぎにやってくるんですけど、松前は来てもらうんで入り稼ぎって言ってたそうですね。あ、出稼ぎではなく。そうなんです、はい、なのであちらに両端に若者2人いるんですけど、はい、双子ちゃん、あれ青森からの出稼ぎ者なんですよ ね、 ね。で今ちょっと酒盛りしてますんで、まみちゃんどうですか、一緒に酒盛りいかがでしょうか、ね、いいんですかここ上がっても、はい、こちらの方からですね、はい、前の方に詰めていただいて、失礼させていただきます、ね、お茶碗持ってちょっと横の方とお話しして、ね、インタビューをどうぞ。インタビューをどうぞ。取れました、青森から来ていかがですか。そうなんですよね。いやなかなかの美形ですね。そうですね。いやでもなんかこれはこれでこの時代楽しそうですね。そうですね、やはりたくさん取れるとね、親方がね、よし、はい、今日は酒盛りだなんてね、こちらちょっと注目していただきたいんですけど、はい、ね、大きな鍋ですね、はい、お客さんに言うとさ、お風呂ですかっていう方いらっしゃるんですけど、はい、実はこれニシン釜と言いまして、はい、これでニシンを茹でるんです。茹でる、はい、煮るんですね、そうすると油が浮きますよね、うんうん、それをすくい取って夜の明かり取りの油にして、で、茹で上がったニシンを、こちらなんですけども、これに入れてこう回してね、うん、水気を飛ばして、で外で天日干しさせて、あと身を凝縮させて、それがニシンカスって言って肥料として送られるという。あ、じゃあもう完全に町で加工してからカスを送ってたってことなんですか。はあ、そっか、生のまま送ってもねすぐ使えないですもんね。そうですよね。へえ、先ほどは品物を売ってた商家、でこちらは船会社なので、はい、実際に船を運航させて、本州と、そっちに松前を結んでた、船会社、まあ、鶴ヶ谷さんと言いますけどね。この三角丸は何ですか。はい、いい質問ですねこれはですね、屋号と言いますね、はい、
武士の方は家紋って言ってね、うん、そこのお家柄を示すマークがあるんですけど、これ屋号は商売のマークでして、はい、呼び方なんですけども、これ鱗丸って言うんですよ。三角鱗っていう言い方するんですよ。で鱗丸、海鮮丼や鶴ヶ谷ということなんですけど、この三角っていうのは魚の鱗をデザインしたみたいで、その魚の海に関わる仕事は三角マークがつくらしいですね。そういうことなんだ、はい。ここはシャレがないのでそのまま入りましょうか、はい、消化じゃないから海鮮丼屋毎回いいんですよ、シャレじゃなくても丼屋問題ごめんなさい間口が広いのはやっぱり荷物の、ね、はい、出し入れが簡単にっていうことなんですけども、手前にあるこのタンスは実際に江戸時代後期に北前船に積み込んでいた船ダンスです。あ、実物なんだ。はい、これ本物ですね。見た目からしてしっかりしてるなっていう感がありますよね。そうですね、作りがやっぱり頑丈で、頑丈っていう感じがする。本当に手の込んだものだっていう風なイメージがありますよね。そうですね、やっぱり違いますね。こう当時のものがここにあるだけで雰囲気がなんかぐっと、うん、リアルになるというか。はい、それでは続いて今度こちらは海鮮丼屋の倉庫ですね。8分の1の模型なので、まあ、長さ8倍、幅8倍、高さ8倍だと思っていただければ、だいたい大きさは想像つくと思うんですけども、実は江戸時代の中期から殿様が数年に一度参勤交代を命じられたんですね。その時江戸に出向く時は海を渡らなければいけないので、この松前と青森の津軽海峡を渡るために御用船として使われた船の名前でもありますね。航海の仕方が甘いと岩場に座礁したりだとか、風読みが悪いとちょっと漂流しちゃったりとか、若干トラブルもあったそうなんですけど、そういったリスクを背負ってもやはり船を走らせた方が儲かってたって言いますから、実際に松前の沖でも座礁した船はいると思いますね。そうなんですね、はい、その航海は後悔しますね。あ、いいですね実際に上がれるんですね、はい、上がれますね、はい、失礼いたします。右側の方に行きますと応接系ですね。いいです ね、はい、縁側がこれはね、なんか憧れるよね、こういうの。そうですね、松前の武士、まあ、比較的気温も穏やかなので、はい、本州の植物をここに植えるのが流行ったらしいですね。でその時に持ってきたのが桜だったり、あと椿だったりだとか、へー、はい、中には竹を持ち込んで、はい、なので松前は実は北海道唯一の孟宗竹が生えている場所でもありますので。そうなんですね、はい、いいね、こうね、向こうのお庭の景色を眺めながらね、はい、松前漬けを食べながら練習でも飲みたいですよ。いいですね、はい、春になると桜が咲いて、はい、ね、そうですね、桜を見ながらの満開の八重桜が見えますし、いいね。松前城にやってきました。飯田さん、このお城は一言で言うとどんなお城ですか？幕末になりますと、うん、もう鎖国しきれなくなってきたり、外国の船がたくさんやってくるようになるんですね。でそれを防ぐために建てたのが松前城なので、実は松前藩は古いけど、この松前城っていうのは新しいんですよ。1854年国防のために建てられた城なんですね。海が非常に近いので、はい、この天守の海側にですね、7つの砲台を用意して、はい、軍艦に対して対応するように付け足したというような形になってますね。で1849年から建造しだしたんですが、54年の完成の1年前になんとペリーが函館に入港しちゃったんですよ松前で待ち構えてたのに、はい、ペリーが函館に入港しちゃって、それで松前の家老が慌てて函館に行って阻止したという歴史がありますね。では中にですね、はい、いろいろと松前藩の宝物展示してありますので、はい、これから見ていきたいと思いますが、はい、お願いします。よろしいでしょうか、はい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、松前城の中にやってきました。飯田さん、はい、これがまさに当時の風景ということですね。そうですね、はい、児玉貞陵さんの松前屏風というもので、
松前の賑やかさを描いたものですね。で、あの今の地図をこれにポンって載せますと、はい、ほとんど変わってないので、へえ、あの道案内できるんですよこの地図を。で、例えばここに松の木がに2つある大きなお屋敷、はい、あれ松前奉行所なんですけど、今の松前町役場だったりとか。ああ、そうなんだ、はい。でここ松前城なんですけども、実は残念ながら昭和24年に松前の役場の火事の飛び火を受けて一度焼失してしまうんですね。でその後昭和36年に再建されましたので、現在は松前城資料館ということで中に宝物をたくさん展示してございます。まみさん、ちょっとご覧ください、こっち。うわー、海が。そうなんですよ、ほら、向こう側にね、青森県の津軽半島が見えるんですね。こんなにね、海が近いお城って全国的に見ても珍しいですよね。珍しいです、ね、はい。なので外国の船とは戦争しなかったんですけど、明治元年の函館戦争で、はい、旧幕府軍徳川脱走軍の軍艦がここにやってきて、ここでドンパチやっちゃうんですね。ですから軍艦が撃った大砲が石垣に当たった跡があります。お城の2階にやってまいりましたが、はい、ここが、長者丸今年の展示ですね。船で実際に使われていた道具だとかそろばんだとか、はい、ハンコがこちらの方にございます。あとマミさん、これいいですよ、お殿様のお弁当箱。おー、いいですこれいいっしょいいですね、立派なお弁当箱ですね。なんかおしゃれですよ ね、うん、これになんか冷たいね、あのお料理作ってここでカチャってしてこうやって持つわけですよ ね、 そうですね、カチャッと閉めて、はい、楽しい、はい。これあの城は建て直したんですけど、こちらの門は当時のままです。こちらからの眺めもまた良きですね。でもなんか昔は道南の重要な拠点でハブだったっていうのはこうやっぱり道南を語る上ではこの、ね、松前城っていうのはやっぱ欠かせない場所になるんですね。そうですね、現在はやはり道南の中心は函館になっておりますけども、この江戸時代はやはり、あの本州と北海道を結ぶ重要拠点であったと言われていましてね、ちょうどあの北海道に入るときには必ず松前からスタートするという、まあ、扇の要のような場所であったっていうのを覚えていただければとてもありがたいですね。今日はあの600年分をわずかな時代、はい、時間で紹介させていただきまして、ね、ぜひね、道南に旅に来られた方はね、そうですね、飯田さんのガイド付きで松前を楽しんでいただきたいですね。そうですね、いや、なんか勉強になったのと同時にこうとっても楽しかったです。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。これはなんか他にはないですね。ふわっとしますね。ちょっとトロッと、うん。